どうも、ピースピースコーチです。今日は合格者インタビューということで、相馬くん、大阪大学、合格おめでとう！ありがとうございます。えぐいって、多分合格者インタビューなのに若干僕テンションがおかしいのは、合格発表の今30分後ぐらいなんだよね。はい。お父さんもちょうど一緒に来てくれてたんで、ちょっと多分みんなテンションが若干おかしい。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで、同志社と関大の特待。はい。関大。はい。すごいね。関西制覇じゃん。で、あと、大阪公立が結果待ち。です。マジでおめでとう。ありがとうございます。本当に。はい。というわけで、相馬くんとの合格発表のこうリアルタイム動画みたいなのは多分別で、はい、おそらくそっちは自己動画みたいな。こっちは僕もなるべく平常心でやっていきます。はい。はい、じゃあ、晴れてね、阪大合格したわけなんだけど、はい、それこそさ、まあ大体1年も10ヶ月ぐらいか。やってくれてと思うんだけど、受験勉強スタートした時の状況多分気になってると思うんだ。もともとぶっちゃっても良かったんじゃないのとか、そういう人じゃないと受かんないんじゃないのみたいなのもあるかもしれないから、なんかどんな感じでしたか、受験勉強始めた時。自分の最初の学力っていうと中高一貫なんで、中学3年間ぶっちゃけ言うとサボってたんですよ。本当に勉強してなくて、まあなんか正直今でも中学範囲は多分怪しいんですよ。数学とかは。もともと数学が苦手だったんで、数学理科がめちゃくちゃ苦手で、うん、もう進路的な文系の方に進もうかなっていう、うん、あれではいたので、うん、まあ、本当に中学範囲は全然もう頭にはもうほとんど入ってなくて、うん、なんでその大学受験のための勉強しかしてないんですけど、うん、まあ、最初で言うとまあそれでした。はいはい。それでまあだんだんやばいなって思い始めてきたのが、まあ、一番最初に思ったのが高1の、うん、冬、うんうん、早めだな。高2で理系文系で学校が分かれちゃうので、あ、で、まあ、その文系で進もうかなって思っていた傍ら、うん、自分がパソコン部だったんで、うん、理系の方もやっぱ興味はあって、うん、ただ仮に理系に行くってなったらちょっと数学ができなさすぎるぞと、はいはい、それでその冬休みの時にちょこっと数学の勉強を頑張ってみて、まあ、そしたらなんかいい感じに伸びたんで、うん、思ったよりは、あ、じゃあ理系に行こうって、はいはいはい、ただそっからめちゃくちゃ勉強したかと言われれば、うん、なんか大してそんなことはなくて、はいはいはい、まあ、なんか本当に、まあ、学校の成績をキープするとか、あとはまあ模試で最低限偏差値を取るぐらいの勉強しか特にはしてなくて、全然こう受験を見据えた勉強っていうのは正直してなくて、うん、ただそんな自分にヤバいなっていう思ってる自分もいて、うん、ってなった時に、でそれがまあ高校2年生なあなあでずっとまあ続いてきて、はいはい、でその高校2年生の終わりぐらいの時に、うん、まあ、高3だから勉強も始めないとなってなった時に、じゃあなんか自分が受験勉強する上で何が一番足んないかなってなった時に、PDCA サイクルを回すのが自分は一番できないんだなと、うんうん、普段はまあ立てはするけど実行できないし、はいはいはい、その別に復習とかもしないしみたいな、うん、まあ、そういう状況があって、これをできるようにしないとろくな大学に受からないぞと、うん、っていうのはまあなんとなく自覚はしてて、うん、ただじゃあ今まで当時だから17年間か、まあ、生きてきてできてなかった自分がこの1年間にできるようになるかって言ったら多分できてない、できないなと思って、うん、でそういう時にちょうど見つけたのがまだ本性を表してない、うん、あの塾講師の動画上司とかどっちが本性か置いといたらピスピスの動画に出会って、はいはいはい、あ、いいなっていう、これだったら、まあ、自分の一番に合った形なんじゃないかなっていう、うん、まあ、感じて、それでピスピスに入ったのがだから3年の最初、一番最初の、そうだね、面談してだったよね、はい、ちょうどそっからはただ毎週出される課題をまあこなしていくだけっていう感じで、うん、まあ、その学校行事のまあ文化祭とかで結構重要な役職になっちゃってとかで、あったね、そう、1ヶ月ぐらいはまともに丸々勉強できなかった時期もあったりはしたんですけど、うん、基本はそれに従ってやっていくっていうだけで、まあ結構、まあ、こういう言い方が正しいか分かんないですけど、うん、結構楽ではありましたね。あー、そっか、そこの何をやったらいいのかとか計画を自分で考える必要がないっていう、ただやればいいだけなんで、うん、まあ、それだけやったらまあできるから、まあやっぱもともと当時に入ってたんですけど、そうだよね、口座削って、まあ、父にお願いをしてそんなこともあったね。でそれをしてまで入る価値はやっぱあったなって思います。 ありがとうございます。いや、めっちゃ俺もその最初話した時の記憶割とあってさ、はい、それこそ相馬の中で割と明確だったじゃん、その PDCA が回せないみたいな、はい、っていうのを伝えて伝えてもらってたから、それこそ当心やってるの言ってくれっすよね、はい、確か。だけど絶対なんか結果を出せるんじゃないかって、うん、それこそさ、やっぱ合う合わないあるから、うちと合わないなって思うパターンもあったりはするんだけど、はい、相馬の話を聞いてるとめっちゃ力になれそうって思ったから、ごめん、かなり熱量強く話だと思うんだけど、はい、熱量すごかった。だから余計にピスピスにしようっていう
ふうには思ったんですけど。いや、よかった、ありがとう。お父さんもありがとうございます、その説明。ありがとうございます。じゃあ、うち入った時の具体的な偏差値で言うとどれぐらいだったんだ？自称心なんで、真剣模試っていう模試があるんですけど、それだと、公認の時に向けた偏差値とかだと、まあ、大体国数で全部、まあ、70はいったことあるよ。そうだよね。で、まあ、理科は全然、まあ、まだボロボロだっていう。うん。50もいってないぐらい。そんな感じだったよな。はい。可愛いで言うと、だから、英数国が60ぐらいとか。まあ、そんぐらいです。はい。で、理科は、初学ではないけど、ここ小学ぐらいか。まあ一応物理は電磁気と原子がちょこっと残ってるぐらいで、まあ一通り授業ではやってて、でまあ科学は多分理論も終わってないですね。そうだよね。すげえの。そう考える。それが去年ちょうど1年じゃないの、10ヶ月前ぐらいかですね。そうだよね、はい、だって最初志望校さ、その面談した時は宮廷に引っかかればみたいな感じ。そうですね、東北とか北大とか。そうだよね。半大にしたのってなんかどういう経緯だったの？よくあるのが、志望校の一つ上のランクを目指すように勉強すると、うん、志望校に受かるよみたいな、よくあるあれで、小路先生がとりあえず半大目指したらっていうその一つ上って言ったら多分半大とかなんで、うん、とりあえず半大を目指して、まあ、勉強してみようよっていうのがあって、まあ、とりあえず半大にして、でそれでまあ半大調べていくうちに、まあ、だんだん半大に行きたくなっちゃって、うん、それこそ自分のやりたい音響工学とかもっていうところだよね。じゃあ半大目指しちゃうかみたいな。だから最初は全然半大に行こうとは。そうだよな、はい、でもなんかポテンシャルはめっちゃ多分あるなっていうところは俺も認識してたから、半大目指してみようぜみたいな提案をしたのかも、はい、志望校を考え直した時も秋ぐらいやった。ああそうです、ね、うん、まあ同じことができるような関西の大学っていうのは、まあ、神戸に降りようかなっていうのと、うん、あとはそのまあ元々まあ文系を目指したってのもあって、国語とかが得意だったんで、うん、多分試験科目には入ってないけど、それで、うん、あの文系理系どっちも入れるような神戸の学部があるんで、まあ、そこか、まあ、神戸のその情報系に行くかっていう、まあ、9月ぐらいに考えて、まあ、落とそうかなみたいな、うん、そうだよね。なんかあの時期って相馬のエピソードいっぱい俺の中でありすぎてあれなんだけどなんか気持ち的にもちょっとあれだった時期というか、うん、そうですね、ちょっとあんまりよろしくなかった時期ですね。勉強何が辛かった？そうだね、うん、特に理科もっていうならまあ科学がまあ苦手で、まあ、最後まで苦手だったんですけど、うん、科学やばいなってのと、競艇がまあ数ヶ月後に迫ってきてて、でも多分当時7割も行ってないんですよね。6割行ってるか行ってないかぐらいだったんで、多分これ無理なんじゃないかなって、うん、っていうのがあって、これ多分だいぶ自信をなくしてた。そうだね。それで塾来て相談したんだよ。あ、そうです。で、俺はさ、そういう悩みを秋口に抱える受験生はいるのよ、はい、やっぱ今まで俺もたくさん相談乗ってきて、でも結構心折れちゃうんだよね、そのまま、はい、だって辛いじゃん、そっから頑張りきるのって。でもさ、なんだかんだその後も迷った結果半大をさ、はい、相談してたけど選んでさ、はい、それでちゃんとやりきって、で今日でもあれ多分自己ベストでしょ。自己ベスト、自己ベスト出して、はい、半大までも勉強やりきって、なんか俺だからそこがマジですげえなって。多分紆余曲折とかこう気持ちの波がなかったわけじゃなくて、全部をこう乗り越えてやりきった、まあ、だから多分なんか俺もすげえ感情が入ってしまって、まあ、ちょっと今日の豪華発表やばいことになっちゃったんだけどいやそう、なんか本当にそれがリスペクトできるなって思うし、あ、そうか、これ受験生に向けて動画撮ってんだって忘れてたそれこそね、やっぱそういう難関大受かるっていうのは、もちろん受かったこともすごいけど、そのプロセスというかさ、こうしんどい時に逃げないで目標に向かって頑張り続けるみたいな経験っていうのはすごいむっちゃ大事だなって思うし、なんかくじけそうな人はあの豪華発表の動画とかもね見て頑張り続ければこうできるんだっていうのをちょっと参考にしてもらえたら、はい、うん、いいかなって思いました。ちょっとあのピスピスに関して、はい、ぶっちゃけね、ピスピスに入って良かったこと、でもここはちょっと改善してほしかったらみたいな、それこそ発狂するならゲームやめてほしかったらなんかそれを2つ教えてほしいです。良かったことと改善してほしかった。まあ、良かったことは自分でその PDCA サイクルを回さなくて済むようになったこと、うん、これ自分の受験勉強における弊害というかマイナスポイントっていうのがピスピスでうまく補えたことがまず良かった点、うんうん、もう一つはピスピスって週に1回学習管理とかをする用の、まあ、面談と、あとは月に1回別で担当の先生がいてくださって、うん、僕の場合は浩二先生だったんですけど、 そうだよね、その浩二先生との面談があって、うん、月に何回もその話す機会があったので、その度に勉強のモチベが下がってたとしてもある程度上げられるんですよ、そこで。話せるから、うんうん、っていうことで、そのモチベーションの波っていうのは小さくできるようになったのっていうのは、うん、結構自分の中で大きかったかなって。なるほど、ありがとうございます。
改善してほしいところは。あ、改善してほしいところは。でも学校でいじられるんでしょ。学校話してないんですよね。あ、言ってないんだ。そう。偉いね。てか賢いね。言わない方がいいよ。ちょっと失礼ですけど、僕が入った頃は多分そんなになんかめちゃくちゃ有名ってほどでも多分なかったと思う。あ、そうだね、そうだね。ちょっと失礼ですけど、いや、でも本当にそう、3万とかじゃないかなと思ってます。多分言っても多分分かんないだろうな。うん、で、なんか伸び始めた頃にはなんか気づいたら穴がっちゃったから。塾講師の形じゃなくなってたから。だからなんか話したら話したでなんかなって話せなくなっちゃって。あいつ大丈夫かみたいな。そうそうそう。それがあったんで別に悪かったことではないんですけど、悪かったこと強いてるのはあれですね。これは多分ピスピスに行ってもどうしようもないんですけど、はい、僕が茨城に住んでるので出向者が使えないんですね。頑張るわ。ありがとうございます。貴重なご意見。貴重なご意見。じゃあそうもありがとうございました。大学生活楽しんで、はい、ください。じゃあちょっとお父さんにも参戦していただいているのでお父さんにお話を聞いていきたいと思うんですけれども、はい、まず合格おめでとうございます。ありがとうございます。そうまおめでとうございます。おめでとう。結構これ親御さんもチャンネル見てくれてるんですよ、はいはいはい、受験期のそうまくんとの関わり方とかっていうのって、はい、なかなか親御さん結構気使ってて、はいはいはい、親御さんから相談を受けること多かったりするんですけど、今回の受験期でお父さんの中でちょっと気をつけてたこととか接し方であれば。あんまないんですけど、余計なことを言わない。ただ自分はやっぱりこうかつてやっぱその同じ受験生っていうのを体験した時にいっぱい失敗しました、うんうん、でその失敗談っていうのをもう総合勝者ぐらいやっぱ持っててポイントポイントでやっぱりそのポソッと伝える、うんで一気に全部言っても伝わらないなと思って、まあ、先ほど、まあ、よどんだ時期があったりとかっていうのは、うん、浪人しようかなみたいな話もあったんですよ、うん、私がやっぱ浪人のやっぱ経験者として、はい、こんな辛いものはないなっていうのがやっぱりありましたんで、うん、やっぱそこはブレるなと、うん、そこだけはやっぱ強く言いました、うんうん、あとはまあこの努力できる才能っていうそこはもともと知ってて計画的にものを進めるっていうのがやっぱり一番苦手としてたんで、うん、父ちゃんこれ見つけてきたんだけどっていうそのピスピスさんを見てでこっちは親としてやっぱ金出す以上、うん、最初本気度見たかったんですよ、うん、で見てたらやっぱやりそうだなっていうふうに思ったんであとはもう任せよともうそれだけです私は。いや多分本当見守る勇気みたいなの、うんでまあ、言いたいことはいっぱいありました。いやでそうですよね。ありました。それをこらえるのが、うんうん親御さんって本来めちゃくちゃ大変だと思ってて、うん、ただやっぱりこう全部言ったりとか先回りして心配してしまうと、うん、それこそお子さんとしてもモチベーション落ちてしまったりとか、うん、なんかさっきねそうまくんもモチベーションをなんとかこう維持できたって言ってたんですけど、うん、やっぱ僕が面談しても親御さんとの関わり方で結局すぐモチベーション落ちちゃったりとかっていうのがあるんですけど、うん、それが多分受験の期間一切なく過ごせたっていうのはめちゃくちゃ多分それはお父さんもめちゃくちゃ心配したと思う。コーチしてもらってたら本当にありがたくて、ね、やりたいようにやらせてくれたので一番感謝ですね。それはさんありがとうございます。ありがとうございます。これ正直な話なんですけど、はい、それこそ相馬くんが入塾した時とかって、はいまあ、今もなんですけどやっぱ大手と比べると全く名前が知れてない塾、はい、それこそ河合塾とかも入っていってた当時はやっぱ親御さんとしては安心じゃないですか、はいはいいや多分質問した中の一つで生徒さん何人ぐらいやってらっしゃいますか、うん、ってことを多分聞いたと思うんですね、うん、はいはい、で、はい、この人数感だったら細かいところまで回していただけるんだろうなっていうそこでちょっと安心感というか、うんうん、を得て送り出したというか、うん、あやろうともう最初見た瞬間これだって本当に正直思って。あ、本当ですか。ありがとうございます。自分がやりたいなと思ってる。まあ、振り返って、ピスピスで、はい、まあ、相馬くんがやってる様子見てて、良、はいはい、かったところと、ここは改善してほしかったなっていうところ、これも正直に。成績がこうなってきゃいいけど、こういう時期もまあありつつ、うん、まあでも、習い見てみたら、ちゃんと思うように成長路線っていうんですかね、描いてくれたし、うん、っていうところでは、よかったと。あとは、親面談みたいなのもあればよかったのかなみたいな。ああ、確かにね。確かにね。うんうん、若干やっぱ心配なとこはあったね。そうですよね。でも本当にありがとうございます。ありがとうございました。本当におかげさまで本当にいい結果を得られて、感謝しております。じゃあこそありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。はい。というわけで、今日は大阪大学に合格した相馬くんのインタビューでした。合格発表30分後の、ね、インタビュー撮影だったんですけれども、改めておめでとう。ありがとうございます。お父さんもおめでとうございます。ありがとうございました。本当にありがとうございます。大学生活楽しんでください。はい、ありがとうございます。バイバイ。